あ、忘れてた。そういえばまだ戦うのか。前座だったか。あんだけクッパさん出てたのに本体が出てないと思ったら、またダブルスかもな。兄弟でクッパとクッパジュニアと戦うかもしれない。うん、いつも通りだな。始まりの地。うっす。マリオ、はい。パワーストーンの力をエスターに戻し、その力を手に入れる。よし、行くか。おお、あそこが最初の場所だね。じゃあ行こうか。このままダッシュで向かうぜ。徒歩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 。元気そうで何よりです。普通に怠慢か。最後の戦い、最強と最強。はい、どっちがどっちなんだろうな。来たぜ。おお、イベント戦かよ。よし、 OK。 あ、そういうことか。よしよし、微妙に位置変えてきやがる。避ける、避けることも許されねえのかよ。それぐらいいいよね。さあ、耐久力がだいぶ落ちてきた。よしよし、まあいい、車内 OKOKOK。 よしよしよし、意外と当てにくいな。 OK、いい、かまわ。外したのか、あれ。オッケー。もうちょっと。なに笑ってんねん。狙い抜くかだな、一。くっそ、壊されたが。ブロックゲージはあんまり使いたくねえんだけどな。おお、こんにちは。手にしようぜ。よし。あのラケットだ。オッケー、よし、ゲージギリギリだったな。またバリア張るぞ、気をつけろ。お、そんな初見殺しもいいところ。なんか知らんけど避けたぜ。よし、ちょっと踏まないで、踏まないで。よしよし、ゲージは稼いだ。またこっからか。おい、ちょっと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 激しいよ。あ、高すぎて無理だこれ。見送ります。時間が、お、気をつけてね。いて、時間、ゲージが。よしよしよし、オッケー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 。よーし、今回は早かったね。最初の一発をどうにかして、いて、あっ、ひどい、怖いよ。行くぜ。時間あるかなこれ。忙しいぜ。よし、あと一発。これ以上攻撃を食らったら間に合わんかもしれん。おお、そんな、
初見殺しやめえや。やばい、時間が。あー時間なくなった、マジかよ。こうなったらブツブツリだ。無理だったね。今回はゲージ管理しっかりしないと厳しいか。やるねスタークッパー、レベルは上がりました。ここ判定緩い気がする、割と。では失礼。さっきよりはだいぶ時間あるな。100秒もどこで失ってたんだよ。ちょっと危ねえ。それ真ん中に固定か。よいしょ。あと2回ほど成功させれば OK ですね。大丈夫大丈夫、 OKOK。よし、さあラストいこうか。痛い。な、何やってんだお前。失礼。真ん中、よし。ダメか、やるね。ラケットの残りが心配になってきたよ。向こうも連発しすぎじゃん、ゲージ足んねえよ。やべえ、一気にラケットが。無視するしかねえか。ゲージが足んねえんですよ。やるしかねえ。無理か、ラケット折られちまった。今度はあとちょっとなんだけどな。ちょっとあかん、ゲージが。ああ足りなかった。真正面、オッケー。いった、あとちょっと。時間も止められる、ラケットも5本残ってる。いて、早い。嘘だろ、ここまで来て。しゃあねえ、かくなる上はいろいろ無視してあいつの顔面にぶつけるしかねえ。オーノー、最後テンポ速くなってた。情けねえ死に方。でもマリオへこたれない、レベル上がるぞ。くー、やってくるぜ。慣れたところお見せしますよ。よしよしよし、いい感じじゃない。よしよしよし、 OK、 完璧、ノーミス。よし、OK、 いくぜ。ほい、さあ次の攻撃も全部回避するぞ。来なよ。引きつけてジャンプするまでもない。痛い痛い、とても痛い。当たっちゃったよ。いまだにこれ、これ超痛いから気をつけて。さっきこれだけでだいぶ時間減らされたもんな。これ2回も踏んじまったもん。気にしない、めげない。時間停止、よしよしよし。中途半端な高さのところは狙いにくいんでね。ういっと、弾かれた。よし、狙いやすい。よし、 OK。 やるたびに時間が増えていくのはいいね。よし、覚悟。よし、
あともうちょっとだから回避はこれで最後だしね。まあこの体力ゲージのその先があったら知らんが、俺の避け方未だによく分かってねえんだよな。痛えけどゲージは回収。この攻撃だけは絶対に当たっちゃいけんぞ。よし OK。 さあラストだ。真ん中、よしよしよし。パワーショット率が増えてきてるから、よし OKOKOK。 ゲージに頼らずとも、ゲージに頼らずとも頼れゲージに頼らずとも、うん行けたり行けなかったりだな。よし、あとここだ。さっきここでものすごい体力えぐられた。結構早いんだよな。オッケー、終わりだ。決めるぜ。苦労かけたな。グッバイよ。決着。アバよ、お前は強かったよ。ママミーヤ、オキドキ。ラケットがあるからどうにかなるでしょう。これでクッパの尊い犠牲のもとに、なんか怖いんだよこれ BGM。 はい、はい、これでいいのか。まだ BGM が不気味なんだけど、そろそろハッピーエンドの BGM を聞かせてくれ。声だけのやつとかうさんくさくてかなわ。おお、この BGM を待ってた。よし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 、うん、この冒険の中で成長した自分の力でクッパに勝った。確かにな、あそこまで必要にブロック求められるっていうのはネット対戦でもなかったから、確かにあの経験は無駄にはならないでしょうね。壊してしまうとはもったいないことするぜ。お前らは懲りろ。どうもルイージ。何笑ってんねんお前ルイジ君はちょっと反省してほしいね。うん、というわけでストーリーモードのエンディングですが、まあやっぱこうあれよな、マリオテニスは私は初めて遊んだのは64なんですけど、64より前のあったかな。まああの結構ね、いろいろな文化というか流れがありましてね、ゲームキューブの時に必殺技ってあったっけな、うん、そこからまあいろいろねシリーズ重ねてここに来て、こういったストーリーモードっていうのはなかったんですよ今まで。よかったね、結構割と普通になんかマリオのマリオそれマリオだろ、マリオってそれ多分別人だよね。うん、あの普通のマリオゲーム感覚で遊べたので、まあ、ボリュームは確かにちょっとあれですけど、そこは本命ではないでしょうしね。ただそのストーリーモードを入れたぜっていうだけのものではあったかなと。結構最後のクッパ戦はやりごたえありましたし、うん、で割とこのテニスの基本のルールに沿った内容だけでもこんだけいろいろできるもんだなと思いました。はい、まあ、残りは対人戦なんですけど、そうだね、最初の頃に確か1回やったきりなので、ちょくちょく対戦やろうかなと思っておりますので、むしろ俺たちの戦いはこれからだといったところか。うん、毎月新キャラが配布されるみたいなんでね、そのシーズンにはやってもいいかもしれません。あとあの前回やったトーナメント形式もいいんですけど、個人的にあのフリー、ほら今のあのね真ん中に木の棒立ってるあのマップ、
ああいうマップとかのあのわちゃわちゃ感いいよね。うん、あの鏡もねあるんですよ。確かこっちのか青の鏡に入れたら赤の鏡から敵陣に突っ込むとかそんなんだっけかな。いろいろな変化球が楽しめるので、うん、こう動きたいといったところか。炎のマップとかはねまだネット対戦でやったことがない。というか木のマップもそうですけど、木というか船ね。うん、パックンはだいたい想像つくんですけど、うん、まあ何気に多分これテニスの新キャラでいいんですよね。うん、まあ王道のクッパラスボスだったわけで、ジュニア君がちょい役だったのがちょっとかわいそうですが、そういえば追加コンテンツがあるかもしれないんですよ。完全に終わった気分でいましたがね、うん、ちょっとあの疲れてる。実はあのパート5ぐらいかな、ぶっ続けでちょっとテニスを、結構ぶっ続けでやるゲームではなかったなあ、思い出した、手のボスだ、なんとなく思い出せなかったの。すべてのボスはボスパックン、ボスパックン、鏡、手で、月相で、クッパ像。まあ確かに5体だ。うん、手の敵が割と苦戦してたけど微妙に印象に残ってなかった。うん、せっかくマリオ64からの出張なのにね。うん、あとこのメカクッパのところのルールとかも興味ありますね。まあこの前に出た Wii U のウルトラスマッシュっていうゲームはネットのフレンド対戦に対応してない対戦だけのテニスだったんですよ。で、テニスって言ったらほら左右に振ってロブとかあのドロップとかの内訳で、あるいはそれを読んでとか、あと反射神経ですよね、ブロックとかは。なので、あ、ブロックは今回の話ですけど、実力ゲーゆえになんか大抵の人がすぐになんていうのぶちのめされて撤収みたいな感じだったので、ちょっと今回やめとくわっていう方もいるかもしれませんが、まあ遊ぶ分にはいいのではないでしょうか。その上手い人にボコられるという点は多分変わってないんですけど、その仲良くこうね遊ぶ分にはいいゲームだと思うぞ。うん、フレンドと楽しく対戦してみればいいんじゃないですか。うんなんで雑やねうん、まあ長らくそういうの最近ないからきっと楽しいだろうなとは思います。さて、リズミカルにサイン書く練習してたんだろうなお茶目なところあるじゃない。さてさて、やっぱり何かあるよな。これで終わりとは思ってなかったよ。スコアアタックとかやめてくれよ、しんどいからな。お、あん、なんか立った、なにこれ、やべえぞ、うわ、わーお、思ったよりやばいものが立ったぞ。